はい、石黒です。今日はですね、腸内細菌と食物繊維の関係で、まあ、少しちょっと注意しなければいけないことがあるよって話をしたいんですけれども、まあ、腸内細菌はですね、人間の健康と、それから疾病に重要な役割を果たしています。で腸内細菌はまあ食事を分解したりだとかですね、胆汁酸などのこう体の中で作り出されたもうそういった物質を就職することによって、まあ、膨大な数のですね生物学的活性物質っていうのをこう生み出していくんですけれども、 まあこういったその代謝の産物っていうのはまあ中間産物であったりだとかそれからまあ細菌が代謝する最終産物がねそのままこう体に影響を与えたりしながらまあ僕たちの体にまあ代謝にえ免疫に影響を与えていくことになりますで食事そのものはですね腸内細菌の蘇生にこう非常に影響を与えるんですねでその結果え腸内細菌の蘇生が変わることによってまあ代謝産物が変わりますからそれによってまあ影響を受けると,ということはまあ食べてるものって非常に重要だよって話なんですね ある種のこう、まあ、食物繊維、これをまあプレバイオティクスって言われるものは、まあ、食物繊維の大好物なわけなんですけれども、まあ、食物繊維というのはです、ね、基本的には小腸では人間の酵素で分解することができないので、まあ、大腸で,です、ねまあ、腸内細菌の分解によって、まあ、発酵ということが起こることによって、まあ、炭酸脂肪酸が作られるんですね、まあ、酢酸とか酪酸とかプロピオン酸という,こう炭酸脂肪酸というのは まあ代謝ににすすごくこう有益な影響をを与えるるのと同時に、まあ、炎症を取るですね特にこう腸の中の炎症を取るまあ作用があるので、まあ、僕たちの腸の健康を守れて非常に重要なものなんですね。で腸内細菌を作る食物繊維を、ねまあ、分解して作るものは炭素脂肪酸だけではなくて例えばまあ分子酸アミノ酸というものであったりだとかインドールというものであったりだとか、まあ、炭獣酸みたいなものをまあ作り出すわけなんですね。 で食物繊維といっても一概に一つではなくてですね、まあ、イヌリンとかセルロースとかリグニンと言われるような、まあ、いろんな種類の食物繊維があるわけなんですけども、まあ、腸内細菌のです、ねまあ、種類によってそれぞれこう鉱物が違うものですから、まあ、それぞれのです、ね、代謝産物というのは基本的には異なるわけですでもこれまでですね、まあ、特定の食物繊維がですねどのような体の中に影響を与えるかということに関してはあまり研究されてきていないんですね そして今回ですね、まあ、水溶性食物繊維の一種であるイヌリンというものを分解したときに、まあ、どういったものが出てくるのか、そしてどういったことが起こるのかっていうのをまあ研究した結果が報告されています。で、これは、まあ、動物実験、ラットの実験なんですけれども、まあ、イヌリンをね、豊富に含む食事をとることによって、腸内細菌の蘇生がどう変わるのかとこう見た研究なんですね。でイヌリンというのはまあ食物繊維の一種なんですけれども、まあ、フルクトースですね、まあえー、加糖が繰り返し えー、繰り返しこう連なってできているものがこう犬輪なんですけれども犬輪、まあ、っていうのはまあよくあるまあものなんですねバナナとか玉ねぎとか、まあ、アーティチョークニンニク小麦オートミールそれからまあチコリって言われるものにこう含まれているものなんですけれども、まあ、イヌリにそのままでね小腸で消化を受けずに大腸の中でこう発酵されるわけです。 でイヌリンがですね、まあ、腸の中で炭鎖脂肪酸を生み出して、油とか、ですねそれから糖分の代謝を改善するということがこ,うこれまで報告されているので、まあ、イヌリンというのはですね体にとっていいものだということですね、特にこうダイエット効果、ですね体重を減らしたりする効果もあるよみたいなことがですね、まあ、報告されていたりもするものですから、まあ、イヌリンそのものは、ですね、まあ、いいものだと信じてこう疑っていないものなんですね。 じゃあ実際、イヌリンそのものをですね、えー、ラットにこう与えたときにどういったことになるのかってことをまあやったんですね。まあ、型にはこうイヌリンが豊富な えー、食物繊維豊富な餌を与えたラットと、もう一つはですね、まあ普通の食事を与えたラットですね。まあこれを2週間繰り返すことでどんな形になったかというところなんですけれども、まあ犬をですね、多く含んでいるものは、えー、バクテリウイドスっていうものがですね、豊富に、えー、含まれる、まあ、腸内細菌の方にまあ変化していったということですね。えー、フィルミクティスっていうまあ菌に関してはどんどん,どんこう減ってきて、バクテリウイドスっていうのが増えたと。 で、まずこういった変化っていうのはですね、結構その、まあ、痩せ型の腸内細菌に特徴的な形なので、まあ、イヌリンを取ることによってですね、まあ、痩せ型の腸内細菌変わっていくよという結果だったんですね。ただですね、こういくつかの代謝産物のレベルに変化が認められました。その代表的なものが、まあ、胆汁酸というものですね。胆汁酸の血液値のレベルがぐんとこう上がったんですね、イヌリンを取ることによって。 で、炭獣酸というのは何ですかというと、炭獣酸というのは基本的にですね、まあ、腸の中でこう油をですね、しっかりと消化吸収するために、油を溶かすためにですね、肝臓で作られて腸の中に分泌される、まあ、消化液の一種なんですけれども、まあ、炭獣酸というのは、まあ、コレステロールからまあ合成されるんですね。そして、 えー、肝臓でアミノ酸の、まあ、グリシンとかタウリンというものにこう合体してですね、そのまま合体した状態で腸の中にこう排泄されていくわけなんですけれども、まあ、腸に運ばれたこの炭獣酸というのは、まあ、腸内細菌がです、ね、作る酵素によってまあ変化をしてしまうんですね。 それになると、そのグリシンとかタウリンというものがこう外れてしまうことによって、またですね、腸の中から再吸収されることになると。それによってですね、単獣酸がどん,どんどんこう体の中に増えていくということが、イヌリンを投与することによっては起こったということなんですね。これにどんな意味があるかということなんですけれども、単獣酸というのはですね、これまでこう免疫を調節する作用があるよということがまあ報告されているんですね。イヌリン投与するとどんな変化が起こったかというと、その単獣酸のですね増加を介して、 えー、制御性 T 細胞ちょっと難しいですけどね、まあ、T レグっていうものが、まあ、増えたというところなんですね。でこの犬を含む、ね、食事で T レグが増えることによって体の中で起こっていた変化っていうのは えー、肺とかですね、大腸の中で、まあ、抗酸球ってもののこうレベルが上昇したんですね、まあ。抗酸球の上昇っていうのは、一般にですね、アレルギーだったりだとか、喘息であったりだとか、死神って言われるですね、えー、ものが起こるときに、まあ、見られるアレルギー反応ですね、まあ。タイプ2免疫って言われるものが、まあ、上昇していたということだったんですね。り、まあ、を取ることによって、えー、アレルギーのような反応がですね、実は誘発されているっていうことが分かったということなわけです。 だから、えー、基本的にです、ね、イヌリンの投与というのは、まあ、そのアレルギーを起こすような免疫反応を少し強めるということが分かったということなんですね。 まあ実際、えー、腸内細菌そのものがです、ねまあ、ないようなラットで使うと、この反応が起きなかったので、まあ、腸内細菌が何らかの形で影響を与えているだと、しかも、その単純酸というのを増やすことによって、免疫の反応をまあ向上させる、反応させるということによって、まあ、アレルギー反応とかね、それから肺の中での炎症というのをまあ強めたと、まあそくのような反応を強めたんですね。 なので、まあ、イヌリンを摂取することによって、例えばまあハウスダストとかね、まあ、食品添加物のパパインというものに対する、まあ、アレルギーのあるマウスを使ったりすると、やはりアレルギー反応がです、ね、過剰に反応するということが分かったんですね。 まあ、ということは、まあ、結局、イヌリンというものを取ることによって、まあ、アレルギーが、ね、増悪するということが起こりうるよということなんですね。まあ、こういった反応というのは、ちょっと実は今まで知られていなかった、イヌリンというのはいいものだという反、ね、ことしかこう認識されていなかったので、まあ、意外な結果だったわけです。 まあ、ということは、まあ、基本的にです、ねまあ、どんな体に良さそうなものだという動物血球で出たとしても、実際に人に投与してみたときに、いろんな反応が起こる可能性があるわけなんですね。当然、それがです、ね、アレルギーの強い人であった場合は、イヌリンを取ることによって、かえってです、ねまあ、アレルギー反応です、ね、皮膚の湿疹であったりだとか、喘息の反応が出てしまう、そういった可能性もあるわけです。 ですので、まあ、イヌリンというものを、まあ、サプリメントね、単体で取るとこういったことが起こる可能性が高いんじゃないかなというふうにやっぱり考えられているので、なるべくイヌリンそのものもです、ね、こうサプリメントで取るのではなくて、やはり食品からですね、特にこう玉ねぎとかニンニクとか、そういったものから取るようにしたがまが、まあ、有害なその反応というのが起きにくいよということなわけですね。 で、まあ、ヌリンに関して言うと、まあ、玉ねぎとかニンニクとかね、そもそも苦手だよとしているんで、そういった人はですね、まあ、体にイヌリンがいいからといって取るってことは避けてほしいと。なので、まあ、体に良さそうなものっていうのは原則ね、まあ、ホールフード、食事品の形で取るということと同時にですね、まあ、自分に合うか合わないかってことをよくよく考えて食事を取ってほしいんですね。 えー、テレビでね、健康食品として、これ良かったよとかね、これ健康にいいんですよって聞いたからといって、えー、体にですね、いい反応が出ないにもかかわらず、バカバカ食べるなんてことはね、あんまりやってほしくないわけですね。結構乳酸菌の、ね、サプリメントとかで、これ腸にいいからって言ってね、ずっと飲んでる人いるんですけども、結果的に便秘とか下痢してたりする人結構いたりするんですよね。だからあくまでも自分にとっていいものかどうかと、まあ、一般の人にとっていいものかどうかっていうのは別だよっていうことで、まあ、これに関してはですね、イヌリンというね、まあ、体にとって一見良さそうな食物繊維にとってもね、 まあ、当てはまったことのようにですねまあ自分にとって、えー、いい食品というのをしっかりとまあ、探していくという姿勢をですね重視してもらった方がいいかなというふうに思いますまあ、今日の話に役に立てたよという方高評価のボタンをお願いしますチャンネルフォローもよろしくお願いします、えー、2022年11月9日発売の、えー、筋肉が癌を防ぐですね えー、この本のサブタイトルはですね、専門意識1日2分の貯金習慣っていうふうについてですね。まあ、貯金っていうのはですね、こう見ていただくとわかるように、えー、筋肉を貯めるということなんですね。まあ、筋肉っていうのはですね、実はすぐには貯まらないんですね。だから少しずつ少しずつこう貯金をしていくようにですね、まあ、貯めていくってことが重要になってくるっていう話です。そのためには、 まあ、毎日ね、少しずつこう、運動して、運動習慣つけていくことも大事なんですけれども、それと同時にですね、まあ、隙間の時間を使って、運動していくってことも大事なんですね。まあ、そういって、一日の中でですね、何分かずつこう、貯めていって、少しずつ少しずつこう、貯金をしていくってことをやってもらうと、まあ、筋肉が少しずつね、つくような体になっていきますし、そして結果的にですね、癌を予防するような、癌を防ぐことができるような体になっていくっていう内容になってますので、ぜひ、手に取ってみてください。 この動画の、ね、概要欄のところに Amazon の URL がありますので、ぜひ見てみてください。